こんにちは、金子です。今回はですね、拡張子とは何かっていうのを紹介していきます。拡張子っていうのはですね、パソコンを使う上で全員知っておいた方がいい機能なんですけれども、この機能がですね、かなり重要な役割を担っているので、この拡張子について詳しく解説をしていきます。まず、拡張子っていうのは何かというとですね、簡単に言うと、ファイル名の後ろについている、 その後についているのが拡張子なんですね。どういうことかというとですね、例えばこんな感じにファイルがありますよね。そしたら、この後ろにですね、これファイル名がありまして、その後ろ、ここにですね、拡張子ってこれ txt って書いてあると思うんですね。こっちの上の方だと mp4 って書いてあると思うんですよ。これが拡張子ですね。で、これって何が違うのかっていうと、 これでファイルの種類を表してるんですね。なので、この後ろの .txt のこの txt を見るだけで、これが何をするファイルなのかっていうのが一瞬でわかります。 で、この mp4 って書いてあると、これは何なのかっていうのも、これも一瞬でわかるんですね。なんでわかるのかっていうとですね、もう決まりがありまして、パソコンはですね、この後ろの txt とかを判断して、それが何のファイルかっていうのを判断してるっていうふうになります。では、これ、いろんな種類がありまして、どういうのがあるかっていうのをまあ簡単に紹介していきます。例えばですね、mp3 とかいう言葉があったりするんですけど、それは音楽をするファイルですね。音楽ファイルだったりとか、 まあ、mp4 とかいうやつですね。これは動画ですね。なので、これ mp4 って書いてあるんですけども、これは、あの、youtube にアップロードしようとした動画なんですけど、これ mp4 っていうので、動画が流れるということになります。で、この txt とか書いてありますね。これはテキストファイルって言って、まあ、テキストですね。メモ帳っていうのがこう開かれるわけなんですね。文字打ったりとかするファイルってことですね。なので、これがテキストファイルですよっていうのがもう一瞬でわかります。 で、ここの、これら以外にも、例えば、XLSX とか書いてあると、Excel ですし、まあ、DOCX だと、ワードだし、ここら辺 JPEG っていうんですけど、Ping とか、ここら辺がですね、画像っていうのがすぐわかるんですね。つまり、この後ろを見て、 パソコンはですね、何の起動するソフトかを決めています。ということはですね、これ言ってしまえば後ろの文字を書いてしまうと起動するソフトが変わるんですね。じゃあちょっとやっていきましょう。例えばこれ TXT って書いてありますよね。今の状況だとメモ帳が起動しています。 じゃあ、これを仮にですね、JPG にしたらどうなりますかね。JPG っていう風に打ち込むと、JPG って画像なんですね。なんで、これで Enter キーを押すと、拡張子を変更するとファイルが使えなくなる可能性があります。変更しますかと。出てきます。じゃあ、はい、押してみましょう。そうするとですね、見た目が画像になりますよね、これ。なので、画像になると。で、 クリックしていただくと、まあ、画像ファイルが開かれるということですねまあこれもちろんですね何も書いてないし何もあの写真ですらないので、まあ、写真が表示できませんと出てるんですけどもさっきはメモ帳のファイル、まあ、テキストファイルっていうのが開かれたんですけど、まあ、JPG に変えたら、まあ、画像が出てきたとじゃあ MP4 に変えたら動画のソフトが起動するのかといったら、まあ、そういうことになりますなので MP4 っていうと ま、動画ですね。こういう風に動画ソフトが起動されるということですね。動画ソフトになったりとか、じゃあ、XLSX と。XSLX ですね。あ、違う。XLSX にしたらどうなるかというと、これは Excel ですね。なので Excel になります。こうですね。こうやって Excel になると。 ということですねで。もちろん中身がちゃんと Excel で作られてないと正常には Excel で起動はしないんですけれども、まあ、単純にですねあのパソコンはこういうふうに判断をして、まあ、Excel なんならこのファイルはっていうふうに判断をしてるのがこの拡張子ということになりますなのでこの拡張子を見るだけでこのソフトは何のソフトかっていうのがすぐ分かったりとか拡張子がですね間違ってなんか編集されていてなんかここがですねこんな感じで 送られてきたりとか、まあ、あとはですね、こんな感じでなな、なんかよくわかんなくて、で、開けませんみたいな、こんな感じになっちゃうことって結構よくあるんですね。なので、そういう時にですね、この拡張子っていうのが、こういう種類がいろいろあってですね、で、ここがしっかりと決められていないと、まあ、正常にパソコンが開けないんだよっていうのが知っておくだけで、まあ、そういうのが回避できたりします。なので、この今回はですね、この拡張子っていう機能を紹介してきました。 拡張子はですね、結構聞いてみると知らない人多いんですけれども、パソコン使う上ではかなり必須という機能なので、絶対に覚えておきましょう。 拡張子はですね、種類が結構多くてですね、まあ覚えにくいかと思うんですけども、一つずつ、まあなんか使うときに、あ、これはこれなんだなっていう風に覚えていただくといいかなと思います。で、ここで画像っていう風に一括りで JPEG っていうのと PING っていうのと g i f っていうのを一緒に入れてるんですけども、これ一つ一つでもやっぱりちょっと違うんですね。なので、まあこういうのもちょっと違うので、まあそういうのを扱うときにですね、あ、これはどういうファイルなのかなっていうのを、それで使っていって覚えていただくと、 今後、拡張しっていうのがなんとなく分かってくるかなと思います。この動画が少しでも参考になりましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。